ガメラ対深海怪獣ジグラを見てる。ジグラはね、デザインがいいね。流線形でさ。特にね、あの模型を使った時のね、顔がね、かっこいいんだよ。着ぐるみの時はね、口を動かす都合なのかさ、鼻下がちょっとなんか長いように見えてね。そう、こう見ると模型の方がかっこいいなって思うんで。まあなんか宇宙船内でさ、ジグラの顔がなんかにょっこり出ててさ、誰もあそこに突っ込まねえのは一体何なんだっていう。でね、まあガメラとの戦闘シーンもね、なんかわちゃわちゃしてんだよな。わちゃわちゃとなんかバタ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 あの着ぐるみになったらさ、あの泳いでるみたいなことできないからさ、なんかめっちゃもがいてんだよね。海の中で、海の中にいる時のジグラ、その時がね、もうなんかヘニョヘニョになっててさちょっとそこら辺がね、かわいい。まあ陸上になったらどうなるんだろうと思ったらね、普通に立っちゃうんだよ。いや、水中しかできないんじゃないんかいみたいな。まあでもね、こう見えて、初見殺しな技を持っていて、なんか、鼻の上にあるなんか、あのランプからさ、なんか、洗脳光線を打って、人間も洗脳できるしさ、ガメラにも洗脳ができるという。なんか、脳みそをなんか水中生物に変えるみたいな、なんか、変な技を使うんだよな。だからなんか、それを食らったらなんかソナーでなんか、見れるようなんだけど目が見えなくなる。でもまあ喋れもしなくなる。なんか、あんまり見ない洗脳術を使う。まあ結局ね、なんか、背びれでなんか音楽を演奏されたりとかさ、ガメラが舐めプジ出してさ、でも、ナメプしたら大体なんかそっからなんか言っていたい言って一撃を食らうんだけどさ、そんなことはなくそのまんま火炎放射でね、燃やし尽くされるというレアな死に方をした。火炎放射でね、ガメラの必殺技である火炎放射でね、もうこんがり燃やされて死んだやつはね、こいつが初めてだと思う。ここまで来て。大体なんか噛みつかれたりとかさ、なんか、武器使われてれば、そんなんだったからさ。まさか必殺技で死ぬやつがいるとはな、みたいな。まあ、そうだな、話としてはさ、ものすごいね、大惨事を起こしたわけよ。関東地方にさ、マグニチュード13度の大地震を起こして壊滅状態にしたんだけどさ、そこでさ、なんか、その子供たちがさ、子供とかなんかたちがさ、実際にジグラに会ったんだけどさ、そこで質問攻めを食らうんだけどさ、なんか、その質問攻めがね、なんかめちゃくちゃなんか軽いんだよ。なんか、もう全然なんか命がかかってる感じじゃねえんだよ。もうなんか、すげえにこやかな感じで、なんかインタビューしててさ、お前ら大丈夫かって思った。だって今回もね、人類を食べようとしててさ、どんだけ食べようとしたか、ガメラのなんか敵ってさ、なんか人間食べようとするやつ多くねえか。議論の宇宙人とかさ、今回のジグラもそうだしさ、ギャオスも食うしさ。なんかすげえ食いたがるんだよな。人気になってきた。やっぱり怖いっていう、なんかやっぱり何が怖いって人食うやつでしょみたいな、そういうなんか考えで作っていたのかな。まあ、ジグラはね、まあなんか見た目かっこいいのって、戦闘シーンはなんか、なんか、初見殺しのなんか、洗脳ビームを打つぐらいしかなんか強みがないっていう。他にあったらよかったんだけど。もっと
もっと持ってくれればよかったね。いや、洗脳術はすごいかもしんねえけど、なんか、他のやつ見てみろよ。バルゴンとか。すげえ、バルゴンとかさ、ジャイガーとか、もうめちゃくちゃたくさんなんかいろんな技持ってんじゃん。それに習えばよかったね。